我是通过电影《富春山居图》才知道了有个豆瓣电影评分啊，这个，对，是的。然后再来看看影视和三栖日本红星福山雅治到香港来宣传他的电影，来看一下。日本型男福山雅治主演的热门日剧《神探伽利略》系列，自2007年播出以来收视不俗，本月底播出的第二季大结局更稳居收视冠军。挟着超高人气，出道23年的福山雅治首度访港会见媒体，宣传他主演的《神探伽利略2》电影版。故事讲述福山雅治饰演的破案天才物理学家汤川学，用科学原理来侦破各种看似超自然现象的案件。另外，相隔5年再演汤川学，福山雅治觉得自己变得比5年前更成熟，更称自己某程度与汤川相似，性格都像宅男。性格は多分似てると思います。彼は学者ですから、すごくその。日本ではオタクという言葉があるんですけれども、そう一つのことにこう、マニアックなことに集中して、他のことにはもう全く興味がないという。で、僕もまあ、そういったところは、あります。ギターだったり、音楽のことだったり、そういうことをまあ、ギターが欲しいなと思ったら、一日中そのインターネットでそのギターのサイトを探してたりとかですね、そういうことばかり考えるという、非常にそのマニアックなところは結構似てると思います。当晚的首映里，上千名粉丝一早就挤爆尖沙咀码头的露天广场。电影公司特地铺设一条长长的红毯，让粉丝可以一睹偶像风采。终于迎来福山雅治，他以超慢速度走红毯，一边与粉丝挥手，一边还忙着做访问，让沿途粉丝看个够，更开心的与围观粉丝来个大合照，让大家心满意足，才步上首映台，继续为电影找事。大会也入乡随俗，为福山雅治安排了醒狮表演，为醒狮点睛的福山雅治也相当开心，更再次感谢香港粉丝的盛情，承诺将尽快来港再相见。時間でしたけども、たくさん集まっていただきましてどうもありがとうございました。皆様の、一人一人の気持ちはすごく、届きました。本当にありがとうございました。またすぐに会いましょう。どうもありがとう。Thank you very much。大英仔，你在找什么呀？田川偷了我的校服，别让我见到他。找田川？去怪兽大学？怎么才能去呢？去看重头戏吧！我要看重头戏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 ！重头戏！重头戏！重头戏！